えっと、今日は朝日新聞の記事をご紹介したいと思いますが、うん、あの、うん、池上明さんの新聞7名読み、はい、あの、高市総務大臣の発言を取り上げてるんですね。あの、結構厳しいことを言ってまして、はい、まるで中国政府がやるようなことを平然と言って、 のける大臣がいると、うん、これはびっくりだと、うんえ、ヨーロッパやアメリカの民主主義の国なら、政権がひっくり返ってしまいかねない発言だというふうにおっしゃってます、であの高市さんは、特定の政治的見解に偏ることなく、バランスの取れたものだったら放送はいいんだけど、そうじゃないと電波止めちゃうかもしれませんよと、繰り返し言ってるわけなんですが、これを判断するのは誰か、これは総務大臣が判断するんですね、つまり今の政権だと高市さんが判断すると。で総務大臣という 政治家というのは政治家ですから、特定の政治的見解や信念もちろん持ってます、うんはいで、その人から見て偏っていると判断されたものは、本当に偏ったものなのかどうか疑問だと、もの電波停止の根拠になるのは放送法という法律なんですけれども、第3条に、放送番組は法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、または規律されることがないと書かれているんですね。ですから 放送法というのは、権力からの干渉を排して、放送局の自由な活動を保障した、そもそもものであって、しかも、この判断になる第4条、政治的に公平であること、報道は事実を曲げないですることと書かれているのは、その努力目標を示したものに過ぎないというのが、その学会の定説だと。 で番組編集の基本方針を定めたこの第4条を、権力が放送局に対して命令する根拠として、高市さんは使ったわけですけれども、権力というのは油断も隙もないと、うんえー、池上さんおっしゃっていて、うんはい、だからこそ放送法が作られたのに、その放送法を盾に、高市さんがそういうことをおっしゃってのはやっぱり問題発言だというふうに言ってるんですね、はいはいまあ、このコラムで、池上さんは、権力は油断も隙もないと。 結構タイトルとしてはあの厳ししいご意見を発してますよ、ねえーまあ言ってみれば時の政権はいろんなことをやったりいろんなことを言ったりするよね。うん、でその政権の思惑通りに、あのー、雑誌、えー、テレビラジオが、あのー、動いてたら。 これはとっても政権寄りの放送になっちゃうわけで、うん、こう多くの意見を庶民の意見を取り入れられないことになっちゃうよね。政権はまあもしだよこの政権が今度変わったとして変わったとしてこの高市さんが総務大臣じゃなくなって別の政権の人がやっぱり総務大臣になったとします。そ、うん、そうしたたらまたその人がこう放送業務に関わって 別のことを言いました、うん、えそしたらまたその人の言う通りにこう変わってっちゃうそういうことじゃないために法律とか法律法とかっていうのが作られてるんじゃないのだから放送法に文句をこう意見がある総務大臣っていうのが。 どうなんだろうってことになっちゃうよね、うん、そうなるとこうまあ放送はまあねこの放送が適切であるかどうか、まあ、その各、まあ、放送局があってそこに BPO があって放送委員会があってそれであの適切でないね放送がありますこれは自分たちでもう適切でないと思いました。だから あの自分たちでこの番号は終わることにしますって言って私何度も終わらせてます終わらせてますけどね <laughs> <laughs> それはそれでいいんだよんそれはそれでいい放送局は、うんうん、ふさわしくないと自分たちで判断してやることなんだよ、うんうんね。それ自分たちの判断してやることをこう政府が時の総務大臣のあやっぱりちょっと越見行為だと俺は思うんですけど。うんうんうん そうですね。もしそういう偏ったことをしないようにっていうのを見る人がそういう意見を言う人がいるとしたらそれはでも政府じゃない関係ない人がやった方がいいと思うんですよ。日本じゃないよその国ではね ちゃんと政府じゃないところが、ちゃんとその監査機関にも設けてやってるのね、だ日本は、この放送って認可事業だから、国がその許可制の許可の。 権アメリカやイギリスはもう第三者が許認可権を持ってるっていうことなんですけどね監査する人、監査する人をまた作れめんどくさいだろう、いろんな指揮者の方も意見言ってますけれども、その放送が偏っててだめだなと思ったら、視聴者がきっと離れていって、他の番組探すんじゃないかっていうことをおっしゃってる方も、 いますよよねね、うん、そうだよ、ねうん、まあねまあ、こっちもいろんなこと言いつつもやっぱしレーティングっていうのはね、うん、まあ結構大事なことでね、うんうん、だからそこでこっちもだ局の方もねどこまで寄り添うかどこまで突き放してあのやるかもやっぱりその局のねカラーがあるよね、うん、はいはい。まあこれだけで、えー、ちょっと 特定秘密法が検査院へ提供拒否なのかっていう記事も行きたかったんですけど届かなかったみたいなんでちょっと無駄話が多いなこれじゃ最初から、ね、<laughs> やり直します、はい、ちょっと無駄話が多かったな <laughs>、はい、やっぱなやっぱ公約の話はいらなかった <laughs> あんだな さあ今日も始めましょう。